ラバレンヌは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。モージュ地方北部にあるコミューンで、ロワール川南岸とディワット川の中間に位置している。ロワールアトランティック圏との県境にあり、南都の東 25km、アンスニの西 15km、アンジェの南 70km のところにある。同じ県のコミューンでは、 シャントソーとロワールアトランティック県のコミューンでは、バルブ社、ラ・シャペル・バスメール、ルセリエ、ウドンと接している。ロワール川に浮かぶモロン島は、行政上は、ラ・バレンヌに属している。1999年に、INSEE がまとめた順位表によれば、ラ・バレンヌは都市化された農村型コミューンであった。メイヌイコールエイコールロワール県のコミューンではあるが、 なんと都市圏の一部となっている。バルネとは、ラテン語のテールセベルーズから来ている。これは、ロワールの強い存在感や蛇行する様、そして、ディバット側と境界を接していることを想起させる。歴史的に、ラバレンヌは、ブルターニュとアンジューの間に広がる干渉地帯、マルシュド・ブルターニュの一部であった。10世紀、アンジュー・ハク・フルクネラは、新たな領土を占領し、 安住伯領をディワット川岸まで精神させ、南はモージュ地方を占領した。領地の上でも、司法及び政治上でも、ラ・バレンヌは安住伯領、安住公領であった。宗教上では、ラ・バレンヌ教区は、シャントソーやラ・ボワシエ・デュドレと同様に、フランス革命まで、南都市教区に属していた。年、それまで南教区に属したの教区は、 メイヌイコールエイコールロワール県新設に伴い、安住教区に編入された。バンデ戦争中の1794年3月17日、エティエンヌ・コルドリエ率いる地獄部隊が、シャントソーを通過しラッシャペルバスメールへ向かった。その日、38人のラバレンヌ住民に死が、宣告されたトラバレンヌで、投棄されている。犠牲者の最年少は19歳。 最年長は91歳であった。2014年、自治体間連合に加盟するすべてのコミューンが合併して新たにコミューンルーベルとなる案が浮上した。2015年7月1日から8日にかけ、自治体間連合内の全コミューン議会でコミューンルーベルであるオレダン創設を可決した。創水コール1999年まで LDH、イヘス、カジニー、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。